我が消え、神という光が失われた時、どのような世界になるか分からんのか。世は乱れる。これから多くの苦しみと悲しみがあふれるだろう。そう分かっていて立ち向かってきたとは、なぜ。それが人だ。その意味を分からなくても、俺たちは生きたいと願っている。不完全かもしれない。だからこそ誰かとつながりを求め、間違いながらも歩いていく。目の前に広がるこの世界に答えがあると信じて、まっすぐに歩き続けるんだ。一歩また一歩だ。我が消えてもこの世界がある限り、我が生み出した断りが消えることはない。黒に侵され死にゆく世界で覆すことのできぬ因果にもがき苦しめ。あ、え、コラが一体どうなんだよ、マジで。大丈夫、もうもがき苦しめって言ってたけど、このアルテマが消えたことによって、クライブ、ああ、ジョシュア、遺体が。アナベラいらないんだがパパだけでいいんだが、あ、おじさんもいる。
あ、これナイトになった時か。フェニックスのカゴ。かわいい。え、女子は生まれたとき、どこクライブか。え、じゃあ幼少期持ってくんのずるくない？ここで。ちっちゃいね。キャモ。結構年離れてたんだよな、女子やったクライブ。手間の力が大きすぎて俺一人の手には余る。だがこれなら奴が作った世界の断りを焼き尽くすことができる。ベアラーもドミナントもクリスタルも魔法も全てを灰に返そう。たとえこの身が砕けようとも、ちょっと！あ、ちょっと流れ着いた。誰これ誰？ディオン様かもしかして。あ、クライム。あ、よかった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 。そのままマザークレセルオリジンとともにクライムも亡くなったのかってちょっと思ってしまったんだけど。はぁ、
え、でもわかっ、え、あ、すべてを灰に返そうって言ってたもんね。あ、ちょっと待って、石化、エッタさんの子。トルガル、月を見てるのか。こうしてクリスタルをめぐる探求の旅は終わった。